ブナ林とは、温帯に見られる、落葉紅葉樹林の典型的なものである。日本では、九州地方の産地から、北海道南部の平地にかけて分布する、ブナを中心とする森林のことである。丹沢産地のブナ林、丹沢産地のブナ林、丹沢産地のブナ林、ブナ林は、日本では、温帯の植物群落の代表である。本州中南部では、平地は、 小葉樹林帯であり、上緑公葉樹林が成立するのが本来の姿である。それより寒い地域、標高の高い地域では、落葉樹が優先する森林ができるが、この森林の代表がブナ林である。ブナのほか水ならなどを交えた森林である。上緑樹林と比べて、葉が薄いため、森林内が明るく、見通しが良い。しかしながら、日本のブナ林では、 臨床を笹が覆う場合が多い。それも太平洋側では、鈴竹など2メートルにもなるものなので、歩くには厄介な森である。日本の森林で古来の姿を保っている場所は少ない。いわゆる原生林というのは本当に数えるほどしか存在しない。常緑公葉樹林は特に人間の生活範囲でありすぎたため、まとまった面積が残っている場所はほとんど皆無である。 しかし、落葉樹林では、生活範囲からやや離れて、広い面積が残っている場所があった。昭和の拡大増林の波によって、かなりの場所が壊滅した。残り少ない残存例であった東京近郊の日帰り登山県にある丹沢山地の日の木道丸は、主元道の山岳信仰に守られ、山頂一帯は、昭和の後半まで鬱蒼とした原生部長屋であったが、 急速に失われてしまった。白神山地は、落葉公葉樹林の原生林に近いものがまとまって、残っている貴重な地域であることから、世界遺産に登録された。中部以北のヨーロッパは、日本でいえば、北海道あたりの気候帯にあたり、胸林に覆われていた地域である。向こうの胸林は、臨床が明るく、春になると、いわゆるスプリングエフェメラルの草花が咲いて美しい。 ところであったらしい。しかし、開発のため、原生林は皆無に近く、白神山地の評価が高かったのは、そのあたりにも関係があるようである。白神山地の南に位置する、同じ大山脈に属する八幡大山群中には、山に生えている毛の、山毛と書いて、ブナと読ませる山毛森という山があり、 東北地方におけるブナ林市の位置づけの大きさの一端がうかがい知れる。ありがとうございます。